YouTube の皆さん、どうも上白です。はい、てなわけで今日はトルネードオムライスってやつを作ってみたいんですよ。最近僕 YouTube でいろんな料理の動画を見るんですけど、そこで気になったのがトルネードオムライス。かなり前から流行ってるし、前もさらに前流行ってたしってな感じで、もう結構なんて言うんですか、前からやられているものではあるんですけど、ちょっと今になって、なにこれすごいみたいな思ったんでやっていきたい。で、僕自身人生の最後に何を食べたいですかって言われたら、オムライスかなってなるぐらいオムライスが好きなんで、ちょっとやっていこうかなと思ってます。キッチン行きます。てなわけで、今キッチンに到着したんですけど、これからオムライス、トルネードオムライスを作っていきたいと思います。今お昼時なんで、ちょうどランチですね。タッパー2つ分のご飯。まずはこいつら。え？取れてないやん。オムライスってめちゃめちゃ簡単で、オムとライスをくっつければオムライスになるわけなんですよ。だから最初にライスを作って、後でオム作ればもう完成なわけなんで、ちょっとライス作ってきます。エス。そんなわけで、冷凍のご飯を温めてる間に、人参、そして玉ねぎ、そしてチキンを切っていく、そういう作業をやっていきたいと思います。やっていきます。失礼します。人参、どれぐらいの量がちょうどいいんでしょうね。皮を剥くのも早くなりました。上白です。はい、これを千切りだっけ、千切りしていきます。千切りってどうやってやるんだっけ。ちょっとこれ多すぎるよね、完全にね。いいんだいいんだ、ちょっと多いぐらいがちょうどいいんだ。人参かご飯かどっちがメインか分かんなくなっちゃう。ライスなの、あ、人参ってなんていうんだっけ、キャロットなの。オムキャロットになっちゃう。それも悪くない。はい、人参切り終えたので、今度玉ねぎいきます。玉ねぎのみじん切りは学校の授業とかでもやったし、得意なんですよ多分。え、超下手じゃない、超下手じゃないかこれ。まあいっか。はい、こんな感じで玉ねぎも切り終えたので、次お肉、チキン。はい、チキン、いらっしゃいませ。またみじん切りしてきます。まあ1センチ角ぐらいかな。あ、チキン少ね。はい、こんな感じで全ての材料が切り終えたので、あとはフライパンにインして、フライパンでシャッシャッシャッするだけ。バターを入れます。バターでこんがりフライします。 OK。 あ、いい匂い、バターのいい匂い。炒めます。そしたら温めたご飯も投入します。熱々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 、いってらっしゃいませ。はい、いってらっしゃいませ。え、これもうこれだけで美味しいじゃん。いやもう本当に、あー美味しい美味しい美味しい。これチャーハンじゃん。え、これ僕チャーハン作ってるっけ。そしたらまだんだん炒まってきたんで、あとニンニク、いいんじゃないでしょうか。卵やってきます。牛乳もちょっと入れます。あー入れすぎた、なんだこれ。で、トルネードにしたいわけなんで、あ、そう、ちょっとマヨネーズ足すと厚みが出るみたいな書いてあったな。あ、マヨネーズない。はい、ない。ご飯を丼に移します。はい、こっからが本番、トルネードオムライス。トルネードのオムの方をやっていきます。いや、メスゴー。え、全然じゃん。え、くっついちゃってる、やばいやばいやばい。あ、すごいくっついてる。はい、ちゃんちゃん、終わったー。トルネードどころかオムすらできないで終わったー。はい、そんな感じで盛り付けてきます。てなわけで、トルネードオムライス超失敗しました。でも特大のすごい美味しそうなオムライスができたんで、関係なくそれを食べていきたいと思います。絶対美味しいんで。あのね、失敗した。いただきます。めっちゃでかい。そう、オムライスってよく洋食屋さんとかで出てるのってちょっと物足んないんだよね。もうちょっと量欲しいよねっていうのが多いと思うんで、自分好みの特大オムライス。あー、味ちょうどいい。
そう、動画で見たやつはトルネードオムライスめっちゃ簡単そうだと思ったんですけど、全然できないね。うん、そもそも普通に卵を焼くことすらできなかった。うん、でも美味しい。あ、牛乳の入れすぎなんですかね、油しかなすぎ。あと多分20分ぐらいで出なくちゃいけないんだよね。ちょっとオムライス練習します。もっとうまく作りたい。あのチャーハンは作ったことあるんですけど、多分私生活でオムライス作ったの多分初めてなんですよ。の割には割と美味しいかなって感じ。よかったら皆さん、あのトルネードオムライス調べてみてください、 YouTube とかで。そしたら何、あ、こういう感じねってわかると思うんで。で、見た感じそんな難しくないんで。あと、もし、え、こういうのやってみてよみたいなあったらリクエストぜひお待ちしてます。あ、おいしい、幸せです。ちょっとこれ最後の一口いただきます。お腹いっぱい。5分の4ぐらい食べましたね。あと残ったのは夜ご飯に食べたいと思います。ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画ぜひ見てください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた。